どうした、アンブラ。何か来る。車か。あの。 誰？タルコット・ハスタです。 祖父がアミシティア家に仕えて。タルコット。はい、マジか。マジです、ノクティス様ですよね。はいはい、そうです。え、ああ、ノクティス様、変われって。 会ってからでいいよ。会ってからって。はい、わかりました。じゃあ、またお会いできて本当によかったです。あ、
お前もでかくなったな。そうですね。あれが10年前だから。10年。今頃みんな喜んでると思います。あいつらはどこ？基本的にはレスタルムです。ハンマーヘッドにもちょくちょく。ん？工場まだあそこにあるんですよ。シドニーさんが作業に出向く時の護衛や荷物運びですね。へえ。あ、皆さんハンマーヘッドの近くにいるそうなんで、そこで合流することになりました。ノクティス様の姿が消えてしまってから完全に夜だけになったんです。明かりはレスタルムのメテオだけが頼りで、人は大体そこに集まってます。他の場所は？死骸に襲われることが増えたんで、廃墟になってるとこばかりですよ。ハンマーヘッドも整備工場としてはほとんど開くことないですけど、死骸退治の拠点にも使われたりで、人は出入りしてて、一応まだ店やってるってのは本当に珍しいんです。シロは生きてんのか？生きてますよ。でも何度か体調崩して、最近ちょっと元気がないです。レスタルムに引っ越したからかな。工場ともども移動するって話もあったんですが、工場